はいどうも、相撲情報室の編集長の竹内でございます。今日はですね、この私が住んでいる限界集落に新しい観光スポットができたと噂をキャッチしましたんで、それがどんなもんなのか見に行ってみようかなと思います。まあ、皆さんにね、いい景色を届けられたらなと思ってますんで、まあ期待というかのほほんと、見ていただけたらなと。まあ、ついでに言っときますと、今回、僕の甥っ子たちですね、わんぱく相撲に出てくれた哲くんですね、で仁くんで長男の優くんがいるんですけれども、まあこの3人を連れてね、子守をしつつ絶景のスポットに行ってみようかなと思います。それではみんな行くぞ。現地に到着して新しい観光スポットに向かっていこうかな。なんか GoPro の取り合いしてきたけど喧嘩してない？大丈夫？はいはい、やめろやめろとか喧嘩すんねん。じゃあ行こっか。はい、着きました。正体はこちら、このね、南海展望台っていうのは今までもあったんですけど、これね、やってみて、こういうね、銅像というかモニュメントがあって、でこの絶景ブランコっていうのが5分歩くとあるよと。これが新しくできたところ、どんなブランコなのかっていうところで行ってみましょうか。この絶景を拝みながらのブランコなんですね。ちょっとやってみよっか。誰か GoPro つけてやって。押せ。録画ボタン押した？押してある。こんな感じ。行きます。怖い。楽しいけど怖い。やっほー、やっほー。じゃあ次、長男のね
ゆうくん、エントリーナンバー2番ゆうくん、行ってみましょうか。ゆうくんの GoPro 映像はこちら。やばい、はい、じゃあ、 エントリーナンバー、4番3番の僕がね、これ実況中継しますんで、いけると思う。やってみるよ。じゃあ竹内和馬の絶景ブランコご覧ください。はい、はい、立ってあった方がいいんちゃう。すごいんだけど、なんか小さむがすごい。海が見えます、船も見えます、渦潮のようなものも見えております。めっちゃ気持ちいいな。でもこれめっちゃ気持ちいい。どんな気持ちって聞かないで。ああ、ちょっともう怖い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 。ああ、危ない危ない危ない。ああ、怖かった。楽しかったけど、ちょっと大人は結構チンサムあるんじゃないかな、これ。すごい。チンサムってなんなん。まあでも、おー、面白かった。吠えてちゃうかな。うん、どう、 お前らなんかジェットコースターみたいなさ感じにならへんかった。でも学校で見てやっても楽勝楽勝楽勝。マジか、若さか。これがエントリーナンバー4番、鶴谷哲くんの絶景ブランコはこちら。彼らでも言う、教え、お願い、早く早くこの3回意外と進まないね、これ。よいしょーい、カメラで見るね。しもさんに届けるんや、絶景っぷりを。見えへんけど見えるか。カーン、ドーン、せーの、やっほー。南伊勢町の新観光スポット絶景ブランコ来てみました。今回のね、動画面白かったよっていう方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。あとね、この三兄弟も相撲頑張れよと思った方、ぜひね、応援してあげてください。ラグビーもやってんだよな、だからラグビーも相撲も頑張ってほしいですね。はい、それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。